にボスっぽい敵を倒すとシーナの記憶が戻るのだ。でも毎回苦しむのだ。アルたちは背中をさすったり手を握るしかできなくて辛いけど、これはシーナ一人の戦いなのだ。シーナ、記憶失われて。私が何とかしないと。どうすればいいの、水無しさん。水無しさん、シーナどうかしたの？ううん、何でもないよ。さあお家帰ろう。だぞ、おえ、情報をリークする気だ。絶対知らせないと。水無さん、ここならきっと。勝手なことをされては困るな。残念だったな、君の企みは。私はあなたたちのやっていること認めないから。そうかそうか、それでどうする？捕らえろ。いや、触らないで。こいつ噛みやがった。また逃げやがって。くそ、申し訳ございません。すぐに捕まえます。ああ、いい。どうして。二度もミスするやつはいらん。困るなあ、二宮シーナ。こうも抵抗されては君を傷つけないわ、こちらで獅子くらいなくともゲームの世界では関係ないのでね。どうしてひどいことばっかり。おやおや、もう両足が動かないかな。気が変わった。やっぱり君は期待の運命の先。シーナ、大丈夫？立てますか？ありがとう。平気よ。また見えたのか？はい。私が何かに気づいて、どこかから逃げ出していました。でも、私はそこで捕まって。
顔ですよ、シーナ。少し休みましょう。ごめんね。みんなごめんね。もう大丈夫だから。ルシルも辛い目に遭ったのに。いい。でもあいつ許さない。誰のことですか？リプカ、さっきのあいつだよ。あ、ええ、そうですね。リリー、何も感じてないの？いえ、そんなことは。シーナ、聞いたか？さっき、あの女、ルーデンスのリプカと名乗ったな。はい。一体ルーデンスって何のことでしょう？この世界の職業や種族にそんなクラスはありません。ゲーム全体にその記載がないか調べてみる。お前は旅を続けろ。はい、お願いします。ルシル、どうしようか。里に戻るのは辛い？ちゃんとしたい。あのままじゃかわいそう。シーナもターミナル使わなきゃいけないんだから。戻る。そのターミナルもリプカがぶっ壊したようだけどな。くそ。あなたはミータの言った通りね。優しくて強い子だわ。大丈夫、大丈夫よ。あの子はきっと天国に行けるから。でも閉じ込められたか？ああ、こりゃおかしいな。マップのつながりを示す座標を解析したが、ちゃんと里に出られるように組まれてる。何を言っている、エニグマ。座標？水無さん！しまった。あ、いや、その、なんだ、魔法でな、千里眼の術だ。道の先が見えるんだよ。なのにたどり着けない。これはクレアの勘が正しいかもな。あのリプカってのがこの森自体に何か呪いでもかけたのかもしれないぞ。エニグマ、魔法使いなの？
おう。結界の類なら法則性を見つければ破ることはできるはずだ。注意深く歩いてみよう。検索結果が何者かに盗まれてるね。どういうことなんだろうね。単純にアグル社の検索エンジンサーバーのデータベース障害とかじゃないんですかね。時はや安城さんはすぐ陰謀だとか言い出すんですが、俺は腑に落ちなくて。陰謀説か。僕もそれは押せるな。え？秘密結社さ。世の中から人知れず事象を盗み消す怪盗。ルパン。せめてもうちょっとひねりましょうよ。ごめん、僕は作家さんと違ってボキャブラリーとセンスがあまりないから。でもネットの検索情報を吸い上げる秘密結社はきっと存在するよ。僕エリザに聞いたもの。いやいや、スマホの秘書アプリの言うことじゃないですか。真に受けるなんて。うん。うん、じゃなくてですね。検索エンジンから情報を吸い上げる。つまりあのアグルを裏から操っている。ゆくゆくは人類の支配が目的の秘密結社があるってエリザが言ったんだ。どう考えてもエリザを組んでるアグルエンジニアの悪ふざけだよね。でしょうね。あ、そうそう、前に新田君に言われたアグルへの渡りをつけられないかって件なんだけど、やっぱりダメだよ。僕なんか連絡しても上層部連中は電話に出てもくれない。昨日なんか元社員なんですけどって言ったら、オペレーターの女の子に鼻で笑われた。まあ引き続きアタックしてみるよ。諦めが悪いのが僕の取り柄さ。じゃあ今日も外回り行ってくるよ。みんなによろしくね。エリザ、検索結果を吸い取る秘密結社知ってる？こんにちは。申し訳ありません。知りません。知らないってことは質問を理解してる？申し訳ありません。知りません。なんだ、気のせいか。秘密結社の名前教えて。知りません。アグル社を陰で操っている？知りません。ルーデンスって何？ルーデンス、リプカ。もの好きですね。たちの世界はすでに支配されている。アイリスはどこだ？人間にもう価値はない。お前を見ているぞ。この端末の位置情報を送信します。なんだこれ、なんだよ。
解していない？やはりこの道何度も通っていますわ。先ほどからこの花を繰り返し見ていますもの。森の精霊の意識を感じない。私たちどこにいるの？もうある。花が減って花が立って、うわあ！うるせえ。違うのだ。ボケたんじゃなくて何かにつまずいたのだ。これはなんだ？なんだ？地面にひび割れみたいなものが光っているぞ。クマさん、これはもしかして新手のバグでは？これはやばい。座標コードのバグだ。気をつけろ。次元断裂。世界が破れて。おい、シーナ、リリー、アル、クレア、レスル。嘘だろ。まずい、シーナを見失ったぞ。くそ、追跡できるか。コードの乱れを読め。シーナ、どこに行ったんだ？ダメだ、追えない。この座標からワープさせた痕跡がそもそもないぞ。どうする？このまま通信がつながらなかったら、シーナは自力でオデッセイから脱出できるのか。プレイヤーが消える。座標バグか。あ、待てよ。そういえば、楽しみに変換できる唯一の存在といえば人間だけど、アリスコードの技術はそこまで進んでいるというのか。なんだ、覚めたかね、水なし新た。ここ？なんだよこれは。話せ、誰だ？日常から一転、黒
ゾロホルムを嗅がされて監禁、目隠しをされ椅子に縛られ、悪い夢だと思うだろう。いや、現実なんだ。まさかウサギか。察しがいいな。お前を泳がせていたがタイムアップが近い。出せアイリスを。なんだと。交換させてやる。お前の命と引き換えだ。どこに隠した。お前の家を隅々まで洗ったがどこにもなかった。何のことだ。我々が本気だと分かってくれたかね。アイリスのデータを渡さなければお前を殺す。二宮シーナも殺す。常盤スミカも、アスカゼリンも、リディア・ノーランも、エニグマの者は全て殺す。くそ、データ何を言ってるんだ。殺される。目隠しをされると怖いだろう。いつ殴られるのかわからない。今か今か。こうして待っている時間が恐怖で何倍にも感じてくる。お前に耐えきれるかな。折れた鼻がちぎれるまで殴り続けようか。待って待ってくれ。本当にわからないんだ。我々には時間がない。社員を一人ずつ殺して最後のやつに吐かせてもいい。シーナの居場所を知っているのか。お前に質問の権利は与えていない。誰だ貴様。離れなさい。通報済みです。すぐに警察が来ますよ。貴様、これで済むと思うな。三橋あなた、お前にも安息は訪れない。何度でも思い出せ、その体に刻んだ痛みとともに。素早い。ああ
丈夫。しっかりしてください。水なさん、私です。リンさん、どうしてここは。奴らはウサギを捕まえようとしましたが逃げられました。すばしっこいです。間に合ってよかったです。水なさん、鼻血が出ただけで鼻の骨は折れてませんでしたよ。しばらくおとなしかったウサギがまさかここまで強行手段に出てくるなんて。すみません、助かりました。さっきの廃屋は、どうやら彼らの拉致監禁用の廃屋でウサギたちの本拠地ではありませんね。敵もバカではないようです。簡単に尻尾を出したりはしませんか。社長の指示です。水なさんたちは私がこの身に変えても守ります。もっと早く来れたらよかったのに、ごめんなさい。怖かったね、痛かったね、ごめんね。いえ、俺こそ足手まといになってすみません。大丈夫ですよ。とにかく一度拠点に戻りましょう。水なさんが戻らなくてみんな心配しています。はい。人気外国人アイドルクロエ・アーロン、突然の失踪。1年前、バラエティ番組への出演のために自宅マンションから出かけたクロエさんが行方不明となった事件で、その後も捜査が続いているが依然足取りがつかめていません。関係者は彼女は極めて真面目な性格で無断で収録を欠席して蒸発するなど考えられないと口を揃えて話しており、人気絶頂のクロエさんが何らかの事件に巻き込まれたのではと心配する声が高まっています。一人でやるってどういうことよ。この場所はまだウサギに把握されちゃいない。でもいつかこの拠点がバレてしまえば奴らは必ず襲撃に来る。奴らの狙いはおそらく俺のパソコンだ。急ですまないけど巻き添えになる前にすぐにみんな避難して身を隠してくれ。あなたは避難は。俺は逃げるわけにはいかない。シーナを放っておけないし、もしウサギが来るなら逆に問い詰めたいこともある。水なさん、私はあなたを守らねばなりません。いや、もう大丈夫です。社長にも退職願いを出そうと思います。そうすれば俺はもうエニグマの社員じゃなくなる。リンさんも危険を冒して俺を守る必要はなくなります。できればトキワやリディアを守ってあげてください。リンちゃん、そんなリディア納得いかない。そうよアホアラタ、何一人で舞い上がってんのよ。殺されかけたんだ。敵は本気で俺を殺すつもりで拉致って拷問を仕掛けてきた。それどころか俺だけじゃなく、はっきりと名前を挙げてみんなを狙っていると言ったんだ。狂ってる奴らが相手だ。シノゴの言ってる場合じゃないんだよ。さあ出てってくれ。なるべく敵に見つからないように。そうだな、実家に避難するのもいいかもしれん。あなたの別れ部屋知らないよ。もうあんた
それでいいのね。ああ、時は。その、なんでもない。ソーリー、僕はそのここにいていいかな。宗像さん、すみません、迷惑をおかけします。本当を言うと敵が凶悪なので女子たちだけは引き離したかったんです。力を貸してもらえますか？オフコース、当たり前だろ。最初からそのつもりさ。ありがとうございます。はい、お金。え？すみませんが、しばらくはホテルに外泊してください。危険なので。マジに言ってる？ええ、協力してくれるんですよね。アイリスのデータを渡せか。この巨大な容量の拡張子不明の圧縮添付ファイルのことなのか。くそ、なんだかわからないが渡すものか。